やばいな、飲みすぎだよ。こんにちは、ケンチです。ヤマトです。今回なんですけども、はい、またまたスペシャルゲストをお呼びしてキャンプをしていきたいと思います。超楽しみで、今回はいつも僕たちおもてなしをさせていただいてるんですけど、うん、なんと料理を振る舞ってくれるスペシャルな方が来ていますので、うわすごいんだよね。だいたいたあっちにいる、見てるこっちにいる。じゃ早速お呼びしましょうか。行きましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。武田バーベキューさんです。お邪魔します。お願いします。あ、すいません、なんかこんなビッグチャンネルに呼んでいただきましてすいません本当に。でもこの主釣りチャンネルに出させていただくにあたりまして、はい、もうやっぱ今日もね、あのお母さんと2人で来てるんですけどおかんにこういっぱい相談したところ、はい、ちゃんとお酒持っていきということで、はい、はい、ちょっとあのやったなこれをもうセタローテわざわざあの東京から来させていただきましたんでありがとうございます。すいません本当にありがとうございます。各便で行こうかな、あかん、そんなんやめときと満足せえへんからいうことで、おかんがなあおかん、あ、言うてますわ、はい、大体あのおかんと二人でキャンプ行くことが多いんですけども、はい、友情の証で、はい、いや、まだないかわかんない、まだ私もウロンチョか、確かにね、確かにデカめのね、業務用のやっぱ、すいません、ストレートにこちらの方で、ごめんなさい、ちょっとありがとうございます。今日はね、ご一緒させていただくということで、こちらのいろんなやつを買わせていただきましたので、じゃあ、やっちゃいましょうか。飲み終わるまで帰れません。帰れません。やばい。3人で、はい、1人 1.3 リットルです。やばい。どうなってんねん。ブルンブルンですね。いやでも今日は本当にあの料理を一緒にやって、お酒を飲ませていただくという、もう光栄なこと、はい、この上ないんで、恐縮です。ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイスバーベ。ナイスバーベ。もう出た。もう出ました。もうナイスバーベですよ、これは。安売りしないです。大丈夫です。すいません、すいません。じゃあ早速、はい、まず乾杯から。あ、行きましょうか、はい、行きましょうか。いいんですか。じゃあこれちょっともう端の方に、ね、これで、あ、出た。僕らが作っている、うわ、俺リアルに初めてかも。あ、本当ですか、うん、お酒の IP をちょっと持ってきたんで、ありがとうございます。やったぜ。あ、でもさっき僕らの地元オブ地元である、うん、伊豆の国というところで作ったビールですね。なるほどね、はい、うわ、めっちゃいい香りしますね。武田バーベキューさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。キャバイ、キャバイ。伊勢ようこそ。気持ちいい。帰ってきた。気持ちいい。ホップが効いてますわ。はい、入ってる。うめえわこれは。エッチですね。エッチです。これはもうこのことでした。なんか30超えて分かりました。エッチだもんねこれでした。自然の中にいたんだ、エッチナイスバーベ。ナイスバーベです。ナイスバーベですよこれは。素敵なナイスバーベに、はい、乾杯。キャバイ、キャバイ。うめえ。うまい。いつもこうやってずっとなかなか料理作らないんで今日はもうサクッと作りましょう。だってじゃあガンガン行きましょうか。作っていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあバーベさん、ちょっと巻き割り、うわ、まあ、ちょっとバーベさんの前で恐縮なんですけど、僕からちょっとお手本見せていいですか。いいんすか。いいですか。うわ、あ、そんな開くんだ。めちゃくちゃ開く。うわ、気持ちいい。わってここに残ってるってめちゃくちゃ気持ちいい。ちょっとお願いします。当たり前じゃない。すごいんじゃない。いやー、多分もうあのみじん切りになる。下も割っちゃうんですよ。下も割る。外国人ようやるやつなんで。むちゃくちゃでかいの割るやつ。もう巻き割りって普段されるんですか。するするする。でもこっち系は久しぶりかも。マトニングとか。そうそうそう。これぐらい落とそう俺も。ただ我々のチームには焚き火マイスターっていうのがいまして、一回じきじきに教えてもらってますから。ちゅうことはもうとんでもないですね。すごいぞ。よろしくお願いします。いきます。ちょっと待ってくれ。ちょっと
チャンスや、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 一応割れたんですけど、これとこれで、はい、これとこれでした、すいません、一応割れたんですよ、一応割れたんですけど、これが、はい、これ滝見舞いさんですよ、そういう演出、そういう演出ですよね、当たり前じゃないですか、虫釣りの台本にそう書いてあったから、その通りやったんやもん、めちゃくちゃ分厚い台本だもんね、しゃお、あ、いいよ、いいよ、いいよ、あれへんもんやな。あ、気持ちいい。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 気持ちいいね。おお、やっぱこのね、この細さになると。マイスター違うな。マイスター割りですよ。よいしょ。おお、マイスター割り。うまいっすね。マイスター割りです。職業なんすか。職業武田バーベキューです。バーベキューなんですよ。かっこいいぞ。じゃあちょっとこれ使わせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあすみません、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。お願いします。めちゃくちゃ寒くなりましたね。いや、ほんまやな。火沈んだ途端こんな寒いんや。標高ちょっと高いってことやもんね、この辺。2000メーターですね。あ、そりゃ寒いか。はい、そりゃ寒いですね。わかんない。適当。絶対そうでしょ。絶対そうでしょ。いや、まあまあすぐそこに夜景見えても。そうですね。いや、今日はね、本当に。お、このグリドルでガンガンやっちゃおうかなと、うん、はい、やっぱ3人、男3人で酒飲み交わすはもうそれすなわちパーティーだと思いまして、うん、はい、ギョプサルをやりたいなと。大好き、みんなで。めちゃくちゃ好きなんですよ。あ、マジで、はいはい、これはやっぱね、みんなでこう同じグリドルの飯食わんと仲深まらんなと思いまして、うんうん、同じ釜の飯を、釜の飯ならぬ焼いていくか。じゃあお願いします。これはもう油いらないんですよ。あ、でちょっと厚切りで。いや、いいっす。やらせていただきます。すごいっすね。よかった。いやー、もうこれでうまいっすもんね。もうこれで、あ、ごめん、俺もうこれでええわ。ダメ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 なの。油がすごい。おぉ、おぉ、何やってるんですか、これは。これ今ね、油が今こう真ん中に集まっていくから、はいはいはい、ちょっと周りで焼いていこうと思って。それで真ん中に余分な油を、そう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 、でこの油でなんかちょっとこのしめじ的な、うわぁ、こんなん焼いたり、これもこれでもううまいですもんね。そうやな、あ、これでええわ。ダメ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 、しめじと豚の塩焼き。サムギョプサルって結構普通、ま、斜めになってて、そう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 、落としますもんね。そう、油落とすけど、このグリドルは、あら、油で炒めようと。これはシシトウですか。シシトウ入れましたよ。いやー、いいですね。うわうわぁ、はい、マジのキムチです。 あえて切られてる、あえて。これもやっぱりこれと、ただキムチだけ、はい、あの今日一日でお母さんに任したら、はいはい、変なの買ってきる。これ何これ。お母さん、お母さん、お母さん。ちょっともうあとはもう炒まり待ちですよ。炒まり待ちなので、キャッパイいい。すごいね。今だってあの夕焼けとこのサムギョプサルを焼いてる風景でしか飲めない。風景で一個あって相当そう。まだ食べてない。まだ食べてない。で、俺が一番遅い。ちょっと早いんだよ。めちゃくちゃ早い。どうか、でも飲めないこともあるよな。シェーズ取ってたら、ハンドルキーパーの時も、うんうん、まあ、初速めちゃくちゃ走って打ち上げ花火に取ってきてくる。ロケットなんですよね。超速いです。いや、だいぶ焼けてきましたんで、はい、いいっすか、肉切っちゃって。あ、お願いします。こんぐらい、あんだけ分厚かった、うん、肉が結構カリカリの、カリッと、そうそう、これぐらいいきたいのよね。だいぶ暑いから、うんうん、もう葉っぱ3枚ぐらいにした方がいいと思う。そうですね、葉っぱ3枚。しめじのサムギョプサル初めて。そう、キノコ類入れたらうまいのよ。うーん、あ、あれじゃん、大丈夫、ちょっとなんかコチュジャンなんかはもうお好みで、あー、欲しいな、いただいて。やった、
ちゃくちゃうまそう。なんだかんだあのキムチいい感じですね。そうそうそう。しゃぶりいただきます。どうぞ。いっちゃってください。一口いっちゃっていいですか。もちろん。うわー、いった。うまそう。言っちゃっていいですか。言っちゃってください。言っちゃってください。ナイスバーベ。当てた。スバーベ、ありがとうございます。よかった、ナイスバーベ出ました。そんな出ないよね。そんな出ないよね。嬉しいな、まさか出ると。じゃないですもんね。いや、なかなか出ませんよ、これ。撮影でも出ない時あるよ。ここ10回ぐらい出てませんから。武田バーベキュー TV でも。いただきます。お願いします。一口でいっちゃって。一口でも。出たし、出たし、溜めたな。僕も一口で。うわ。ナイスバーベ。カメラ探しました、ね、ちょっと1カメ3カメ3まで見ちゃいました。2カメに2カメにナイスバーベだ。いやー本当に美味しいですね、うん、かもめっちゃ腹減ってたから、うん、激烈にうまい。しめじが結構香って美味しいですね、うん、確かにこう油吸って、うんうん、うまいな。ガンガンつついちゃっていいですか。もちろん口が寂しいんだよ山田君。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。ちょっとその前に、はいはいはい、あれお飲み物を用意しましょうか。行きましょう行きましょう。お飲み物行かせてください。行っちゃいますか。よいっしゃー。バーベさんからいただいた、はい、すいません、サントリーウイスキー。おやおやですよ、ようやく、あ、ようやく今、はい、あ、虫釣りやって思えてえ、3人組ですよね、虫釣りって。この、そう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 、この方と主演ですね。主演ですよね。バーベさん、あんまり普通の濃さの方がいいですかね。普通の濃さでいいですよ。ああ、了解です、うんうん、とにかく普通で、普通です、はい、了解です、うん、まあ、やっぱお酒は楽しんで飲むもんなんで。そうよね、両方容量守って。本当それはもうバーベさん普通でいいですよね。普通普通、もちろん。ちょっとこれバーベさんでいいですか。あ、手前のやついいですか、はい、いいですよ、いきますね。はい、あれ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 僕らはこれんで、やばい、見たことないぞ、そんなチャンネルでそんな低いやつ。よし、よいしょ。あ、ええな、普通。まだ飲んでないんでね、あんまり。このぐらいちょっと、そうですね、うん、スタートダッシュ見てもいいかもしれない。これどんぐらい入ってるか分かんないんで、気をつけてください。うわ、やめろやめろやめろや。嬉しいわ、これですわ。ちょっとグラス大きいんで、炭酸入るかなと。いけるかな、炭酸。足ります。だいぶ余った足りました。見してちょっと炭酸見しても、全然減ってない。じゃあ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 、どうぞ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 。あ、でもどうぞ。いいな、これは。うわ、あ、ちょうどいい香りは。匂いちょうどいいですね。なるほどなるほど。なるほどなるほどってなっちゃうわ。炭酸で香りが華やかに、うんうんうん、開いてますね。あ、色濃いな。じゃあちょっとバーベさん、温度いただいてもいいでしょうか、はい、すいません、こんなかけがえのない夜に、はい、そして通常のハイボール作っていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、こんな夜に乾杯。乾杯。よろしくお願いします。よいしょ。5時まで飲んだ朝みたいな息のすごいな。ヤマト、これ行ってんの。マジで行ってますね。も
もうとろみあるもん、はい、こんなとろみのあるハイボール初めてやわ。なんか俺もう目覚めて朝早かったからもう12時間ぐらい経ってんのよ、うんうんうん、これ飲んでさらに目覚めたなんかまだ起きてなかったよって思ったようやくすごいねこれ。朝を迎えちゃいましたね。朝迎えこれやばいな。最高、うん、ああ ようやくなんか一緒にキャンプさせてもらってるって感じになってきました。嬉しい。これはこれなんですよ。おかえりなさい。ありがとうございます。帰ってきました。ちなみに次の料理は、うんはい、次ね、はい、まだちょっとこの焚き火の炎がいい感じにあるんで、はいうんうん、もうささっと作れるやつ ありがとうございます。行っちゃっていいですか。おおおおお中華鍋、中華鍋ちょうどここにはまるなと思いました。おい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 、はい、いい焚き火台だなこれ。いい焚き火台だな確かに今初めて置いてみたけどドンピシャで刺さったんで、ちょっとこれでビールに合うやつやります。ビールあハイボールに合うな気持ちが早くビールにしてくれって信号送ってきてるんかもあのハイパーボールなんで。ハイパーボール大丈夫です。わかりました。じゃあちょっと作ってみます。よろしくお願いします。え、ここの中華鍋やとこの、ま、焚き火台って契約してんのそれぐらいなんかフィットです。バチッとハマってますね。めっちゃフィットすんねんけど。ありがたい。それなんかよく見るととってめちゃくちゃ熱くなりそうなんだけどこれでこっちでいけます。これめっちゃ薄いからちょっと怖いです。熱い体感もありますよ僕らの。ちょっとちょっと今の相模オリジナルだから。いざとなりゃ相模オリジナルですか。そうですよ出てめいめい、まあ、岡本のやつですからねこれ岡本とグリップスワリーのやつ怒られますよ。怒られますよ。いや怒られはしないと思いますでもここにうわニンニクしかもめっちゃ入れる、はい、もうこれでうまいですもんね、はい、これでうまいですこれでうまいですはい出来上がりましたニンニクこれニンニクの揚げニンニクの揚げやばい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 うわ、効く。あいつが俺をシャキッとさせる、うん、さあ、で、もうエビあー、うまいうまいうまい、うん、エビが入ったんですかね。エビが、もういいエビが、うん、うわーさあ、いっぱい、はい、もう中はもう炒めるだけ。ほんで、おいです。おい、はい、おー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 おい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 。やっぱねこの刻みニンニク桃屋さん、はい、むちゃくちゃうまいんですよ。うんうん、これだけでも桃屋さんは本当に何回になってますもん、ね。ラー油もめちゃくちゃ美味しいですね。ラー油もうまいですね。うわ今ここが一番きてる。危なあこれ火に強いんですかコロンビア。あ火に強いんです。これはコロンビアさんと武田 BBQ がコラボで出させていただきました。かっこいいですよねこれ。ねかっこいい。この秋冬のやつです。概要欄にリンク貼らせていただきますよ。あすいません、はい、いいですか。ありがとうございます。ください。あ送ります。いやマジでほんまに冬はそれ一枚で過ごすんで。いやほんまに、はい、あの下ポンポンでこれ、うん、これだけ。あもうコロンビアも推奨してます怒られんの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 よちょっとね塩なんか入れながら。ほうほう、うんうんうん、美味しそうだな。塩入れながらなんだなんだ。はい、ちょっとしょ、いや、マジでこれだけ。ちょっとしょ。なるほど、なるほど。もう、ほんぼ、桃屋ガーリックシュリンプです、だから。はい。桃屋かけるガーリックシュリンプ。確かにこれはビールって言いたくなっちゃいますね。そうそうそう。これビール想定してて、俺は。最初。なるほど。パパッと作ろうかなと思った。ただ、それを大和くんが許さなかった。許さない。だからね、キャンプ料理って、その、めっちゃ凝る日と、むちゃくちゃ簡単な日があっていいと思ってて。うん、うん、本当ですね。そう、めっちゃ凝る日は、なんか、麻婆豆腐とかをさ、いろんな調味料使って作るとかもいいし、うんうん、ただこう、なんか簡単にしたい時とかは、こういう桃屋とかさ、レトルトとか使ったりして、こうパパッと作るみたいな。うんうんうん、今日はなんか、そんなんもこう、織り混ぜていこうかなと。うんうんうん、結構動画のコメントでも、なんか僕ら例えば寿司だったりとか、うん、カップヌードルとかそんなんでもいいんですねなんていうコメントもあったりするんですけど、うん、なるほど。そうか、キャンプ料理といえば手が込んでないといけないって思ってるってことね、うん、もっと、うん、楽しいが一番ですよね、うん、そうそう。いやほんまそう。この辺の弁当屋で買ってきたものを食いながら飲んでただけでも超楽しい。いやせやねん、俺だってあのキャンプ行って
俺が勝手にやめんって呼んでんねんけど、うん、ラーメンだけをすするっていうのをようやってて、うん、マジでシチュエーション変わったらめっちゃうまなんのよ、うん、そうなんですよね。今日なんか絶対うまいで、ね、夜景夕焼け見ながらのカップラーメン、うん、朝日昇ってきてカップラーメン、うん、味違います、うん、寝起きのカップラーメン、寝起きのカップラーメン、歯磨きしながらカップラーメン、カップラーメン、いや、まあ、それはもう地獄やろいやでもいいんじゃないこれで、うわ美味しそう、うん、さあそしてここに仕上げにですよ、丸ごとでかいキムチですか。いらんね、一番手前にあれ何個ある、膝上クッキング、いやもうハンドクッキングです。おー、でも慣れてますね。あとキャンプはこんぐらいがいいんですよね、うん、このこんなん不便ぐらいが楽しいんですよね、まあ、うーん、うわーずーっ絞ってぽいですもん、旨味ですか、ね、そうですね、彩りでやっぱりパセリをちょっと散らさせていただきたいな。エッチですね。エッチなんですよ。そうなんですよ。エッチバーベキューさんですか。違います、やめてくださいただエッチではあります。こいつをパラパラパラと、はい、これだけでも本当に、はい、もうこちらで桃屋さんのガーリックシュリンプの完成でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはしかもじゃあ、はい、お皿をねちゃんと持ってきましたんで、も使いますよ。ザーボンでしたっけ。ザーボンです。ザーボンじゃないでしょ。ダンボでも脇を抱えるからね、フリザーボン。ギニューなんで、さあこちらで、よいしょ、はい、これつまみながら飲みましょうよ、この濃いやつを、濃いやつを、おいおい、あ、嬉しいわ、やべ取れてる、取れてる、ありがとうございます。これが普通の、はい、ようやくまだ濃いです。38% が何パーだった。今22%。出来上がりにキャンパイ、出来上がりキャンパイ、キャンパイ。まだ32%。いやまだ俺38%なんだよね。氷溶けて今35%。うん、あ、なるほどね。じゃあでは桃やんガーリックシュリンプを、はい、いただきます。いっちゃってください。でもじゃあいいんですか。はい。え、もう大胆に腹減ってるから2個いっちゃったんですか。もう何個もあるから。くわー、いいね。いただきます。うまっ。うまいのよ、これが。うまいのよ。すいません、じゃあいただきます。どうぞ。プリプリ。プリプリない。うん。ニンニクの具合もいいし、うん、青ほど入れるが勝ち、うん、青ほど入れる勝ち。僕はニンニク超好きですから、うん、うわプレプレうまい、はいはい、あっ27%、うん、まだ濃い、まだ濃いな、32 28で、もう開いてるやん。開いてね。ほんであともう一個、はい、ほんまにうまい時ってナイスバーベ出ないんです。だからか。けど可愛いお仲間なんて言うんでしたっけ。ナイスバーベ。やめてくれ。ここしか知らんねん。お母さんも食べたいみたいなんでちょっと。お母さん。お母さんじゃあ。お母さん食べたいみたいなね。マジ無理。まあもう無理無理。お母さん声太いですね。お母さん声太い。お母さんはエビの味が嫌いとかじゃないですよ。エビのフォルムが苦手って。え、伊勢エビもダメ。ダメ。エビ食べたことないもん。人生で何、え、じゃあいただきますか。おお、人生初。お母さん手でいくか。いや、それはもう毎週のようにこう会って、はい、楽しんでる、ね、この信頼し合ってる、はい、バーベさんからパンしたあんね、うん、いや本当に人生初。人生初。いやこんなことないです。ちっちゃいの、ちっちゃいの俺、ね、でも、うん、多分まあ目視しててもいいけど目つぶってた方がいいんじゃないですか。レモンやん。一杯もらっていいですか。あ、いいっすね。どうぞ。確かにこれね、28%ですけど。やりましょう、やりましょう。はい、いいね。いいな。流し込むよ。じゃあ今度こそ、今度こっち開けていただいて。
口をオープンしていただいていいですか。どれ。開けるかな。ちょっとどうどう。レモンすよこれ。レモンなんですよ。乾杯。乾杯。これがいわゆる。これがいわゆる。いやこの濃いの飲んでこれやって俺一生やってしまう。いよいよ本番いきます。本番。さすがに。本番いきます。いきます。もうさすがに。わかんないどっち。あ大きい。気がこれ。いやガッと噛んでみてください。うん、いや、あ、味、え、味は？うまいっしょ。うまいんかい。うまいんかい。うまいんかい。うまい。いけんのかい。いけんのかい。カニみたいな、なんか。ってことはカニはいけん。カニ大好き。カニもやばい。フォルムしてるからね。いや、でもあれはでも全然。え、ちょっとちょっとちょっと。普通に一回。いや、うまいっすよ。いやこれ使わないですよ。こんな振り上げて、振り上げてこんな尺取らなくてもいいですよ。味をちゃんとやってこれで一チャンネル、それでやってやるか。あげて、もう一回もう一回今、エビが来ると思ってたから。ちゃんとやってくださいよ。わかんない今の、本当に今のエビ来ると思ってたから。エビ料理界でもこれナンバーワン、ナンバーワン。プリプリっていう感じがちょっと嫌です。どういうこと。フォルム関係ないじゃないですか。そうなんだ。フォルムから来るプリプリ感、プリプリがいいのか。プリプリがうまいんですよ。お尻はお尻プリプリがいい。あえねん。何やってんすか、バーベさん。いや、ちょっと次の用意をね、さしてもおてんすよ。ちょっと切りもんだけでも先にしとこうかなと思いまして。うん、なんか飲みます。あ、確かにちょっとね、なくなっちゃったんすよ。飲みましたね。飲んだっすよね。これ結構食らうんで、本当に気をつけてください。いや、確かに、どっかで食んねやろな。うん、まだ全然、なんか、おつかしちゃうぐらい。ハイボールか、あれ、あれっていうか、もう一個、もう一個どっちがいいですか。ハイボールで。ハイボールで、はい、了解です。よいしょ。氷は多めがやっぱ美味しいですかね。やっぱりね。うん、氷で、もうカッチカチのやつを。カッチカチの。よかった、ストップ言わしてくれんの。ストップ、うん。あ、嬉しい。もちろん、だいぶパンチ効いたやついただいちゃったんで。はい、はい、用氷、用法、用量も、もう僕もやっぱってます。いや、それはそれ。いや、もう用法が言えてなかったから。オッケー、ストップ、ストップ、ストップ、ちょっとこれ、ストップ言う前にもう入ってて、なぜなら口がでかいから。じゃあこれストップって言ってくださいね。あ、もちろん、もちろん。ストップ。おいおい。カメラマンが言うたんやん。ケンイチ氏が。いや、お茶ちゃうね。言えようの顔じゃない。もうちょっと待って。ストップ。限界まで。ほろ酔いですね、これは。いいね。あ、もうこれほろ酔い状態ですか。これほろ酔い状態です。チェイサーも飲みながら。チェイサー、いや、チェイサーあるんですか。はい。あ、チェイサーあったら助かんな。うん、持ってきます。チェイサーちょっと、じゃあこれいっていいですか。はい、どうぞ。いただきます。うわー、とろみあるわ。あ、チェイサー来た。ありがたい。はい、どうぞ。まずちょっと小さくください。ありがとうございます。いただきます。あー、柔らぐ。柔らぐやないねん。柔らぐやないねん。もうクソビールやな。伊豆のシースタイルで今日はキャンパイ。スルーキャンパイ。うわ、俺も欲しい。僕らはあのチェイサーだけ飲もうか。そうだね。うん、置いてこ。チェイサーだけでもうまいから、これ。ケイチ君もウイスキー欲しい。うん、ぽい。相方に拒否られてるやん。武田さんが飲んでたんだったら俺らも。さすがにね。いや、そうよ、これだいぶ行ってるでしょ。伊豆までね、お呼びして。そんな中、中途半端なことはできないよね。ストップ。よっしゃ。おい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 、薄っ。2%やん。2%。2%です。あれで2%のやつ飲もうとしてるやん。現地でストップって言ってね。はい、まあ、ほんと飲みたいよ、うん。
バカなの。いや、そんなね。バカなの。人生があんなことやってるんだったら。バカなのよ。今日自分ストップいいな。バカだバカだバカだ。今日はやりましょう。やろう。はい、やろう。序盤ですか今は。序盤ですよ。じゃあストップって言ってください。言ってなかったよ。やべえよ。やばこいつらやばいわ。おい。これどうす。なんか色濃いですね。こう濃いやこう。真っ黒よ俺。冷やし飴みたいな。冷やし飴ですかこれ。冷やし飴。祭りのやつ。ね、やめろよ。バベさんの動画を初めて拝見したのは、うん、あのファイヤーライターズ。うん、もう着火剤ね。そうです。の着火をするっていうので、こんなに便利なものがあるんだっていうのを動画で知ったのが初めて。あ、嬉しいな。はい。ね、まさかそんな方とこうやってコラボをさせていただくなんていうのは本当に8キレンばかりです。ありがとうございます。胸が。胸？やめてやめて、はい、胸ね。はい。いや本当に今日は素敵な夜をありがとうございます。乾杯。乾杯。あー美味しい、うん、美味しい美味しいですね。美味しい、炭酸感じました。感じました。来ました来ました。もちろん感じない。感じない、うん、入れる。いい。次の料理ちょっと まだあるんですよ。ちょっとこのね中華鍋使ってもう一個やらせてください。あーなんすか。はい、まずはお野菜。はい、ピーマン、キャベツ、そしてネギ、長ネギ。これでうまいっすか。これでうまいね。できました。もうそれ言わそうとしてもう早いんだな。いや武田バーベキューさんとしても10年やるって。そうそのレシピ本とかも出してる時から僕はもう12、3年キャンプしてるんですけど、レシピのことも参考にしてる。いやいや、ありがたいな。僕はもう10年ぐらい。うん、いや嬉しいわ。最近でこそこう飲み仲間に。そう飲み仲間だよ。飲み仲間や。だからキャンプしたことないもん。そう YouTube とキャンプの話したことないからな今まで。でもそのなんかフィーリングが、うん、もう武田バーベキューさんと会って、そうこれって別にキャンプじゃなくてもいいなって思える方だった。そう。いや俺もそう、逆にほんまに。でも本当街飲みばっかしてますもんね僕らは。そう、ほんまにこう伊豆に来た時は伊豆を教えてくれて、で東京来た時は俺らの東京を交換し合うっていうね。もちろんテレビもいっぱい出てるし、本もいっぱい書いてるし、レシピ本何冊ですか今。14です。 14? 意外と14なんです。これ14分の1しか見てないっす。いや見ろ。13見ろよお前。出会った時からずっと、うん、キャンプも関係ないし、うん、そういう別に有名な方とか有名じゃないとかそんな関係なく気持ちよく飲める方だなと思ってた。ああ嬉しいわ。僕はキャンプをするにあたって何をするかとか何を食べるかも重要ですけど、誰といるかっていうのが分かるわ。一番大事なんで、ほんまに。もう今日本当にバーベさんとちゃんとキャンプできたの今日初じゃないですか。いやそうやね、確かにもうそれは本当に感無量でございます。いやいや、乾杯。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 ありがとうございます。最高やな。乾杯。乾杯。人柄が素敵。ああうめえや。もうバーベさん最高だよね。うん。ユウツさんも野菜は炒まりました。はい。一回出します。はい。でこれ実は僕今日ね、ホイコーローしようかなって思ったんですよ。ホイコーロー好きで、うん、ただ大好きです。豚でちょっとサンマギョプサル作っちゃったんで、うん、せせりホイコーローしていいですか。おいいで、そう大好き。せせりも超好きで俺。僕も超好きです。でしょ。キスしますか一回。いやでしょ。何やねんせせりキス。このせせりでその豚代わりをやっていただこうかなと。うわー。でまず野菜をしっかりと炒めて。これ初めてだ。そう、俺も初めてやんの。
セセリも好きだし、ホイコーローも好きなんですよ。せやろ、初めてなんですか。俺初めて。いつも豚でやんねんけど、うんうん、セセリでやんの初めて。これレシピ本15に出てくるんですか。15に出ます、もちろんです。いや、乾杯しよう。うまい。もうダメです。でもこのセセリだけで食えます。ほんまもうこれちょっかな、もうできました。セセリの塩炒め。ダメダメダメ。じゃあ、ありがとうございます。いや本当今日やばいな、飲みすぎだよ。やばい。ありがとうございます。いけるかな。はい、野菜を。うわちょっと、はい、まだ飲めますか。おい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 、当たり前やん、ちょっとやめてよ。武田バーベキューですよ。何をおっしゃるんですか。あの子は大体寝てる姿しか見てたことないですよ。すいません、私12時になったら寝ちゃうんです。シンデレラボーイ。シンデレラボーイ。ちなみにですけど今、はい、7時40分です。あとさあ、やばちょっと待って待って待って、今日は8時20分に寝るな俺。今日はみんなさ9時に寝よう、はい、9時に寝よう。いやそうしよう。じゃあちょっとお酒作りましょうか。いいんすか。中華料理に合うお酒。あ、それ嬉しいな、うん、さっぱりとちゃんとしたやつにしよう。はい、あの本当にマジで普通の、普通のだよ。僕的にはですけど、僕的にはですけどレモンサワーだと思ってます。出たレモンサワーだと思ってます。ナイスバーベそこで出る。レモンサワー行きたかったよ俺。ストップ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 。ちょ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 、ちょっと待って、ごめんごめん。絶対忘れてたよ今言うの。集中してた。あのもうせせりホイコーロー控えてますんで、それを楽しみにしまして、今日は乾杯。乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、うまい、うん、これうまいっすよね。めっちゃレモンサワー、一番推しのレモンサワー原液ですから、うん、めっちゃうまいわ。全然そううまいんですよ。僕はねこの中で作っちゃうんですよ。まず液を。あ、シェラカップで。まずお酒で、しょ酒、醤油、醤油、醤板醤、甜麺醤。もう楽なのよ、チューブがあるから。でもこのうわー振ってもらって入れまして、ほんで、うん、これをホイコーロー超好きですから。プリタカの爪を2本ほどポイッと投げ入れて。入れましたね。はい。ちょっと塩、ちょっと塩入れて。で一番大事なのがこれなのよ。え、だってもうほぼほぼ旨味できてます。違います。やっぱ黒酢。大好き。黒酢なのやっぱこの中華。大好きなんだよな黒酢。黒酢をちょっと。はい。あとはここに。どうでしょう。バーッと入れましたら、はい、せせりのホイコーローの完成でございます。うーわーおー、絶対にレサワに合います。これはレサワですね、はい、さあお待たせしました。せせりホイコーローができましたんで、よかったら食べていただいたらと。いいんですか。でしかもこれホーローの皿なんで、このままグツグツと、うん、じゃあ僕最初いいですか。あ、じゃあ入れちゃっていいですか僕。あ、いいんですか。よいしょ。うまっそう。ケンシ君も。あ、でもすいません。せせりのホイコーローなんて初めてだよね。せせり好きだしホイコーロー好きだからね。やっぱり乾杯。先行かせて。どうぞどうぞ。いいですか。失礼します。お願いします。うん。そういうことか。そういうことか。うまい。うん、まい。黒酢もいい。黒酢、うん、黒酢も効いてます。これは美味しいわ。せせりの食感もあって最高にうまいですね。こんな。うわー、うまっ。黒酢効いてる。せせり自体が超うまいですよ。そう、もう大好きやねせせり。レサワが合う。レサワが合いますね。いきましょう。うん。最高、めちゃうまい。最高。乾杯。レサワが合う。うみゃ。うみゃ。ちょっとこれで
一応メインとしては最後なんです、うん、最後にちょっとやっぱりデザートだけ行かしてもっていいですか。脱いでいいですか下。いやダメですダメです。ちょっと下ダメなんですよ。いやデザート超楽しいね。ね最高です。でちょっと最後デザートにしてみましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。飲みすぎました、ね。飲みすぎましたね。飲みすぎです。ただ本当バーベさん好きなんや。いやほんまにありがとうございます。ただもう結構食ったじゃないですか、うん、ただお酒はまだ残ってんすよ。いっぱいありますよ。はい、お酒に合うデザート、うん、いいですか。よろしくお願いします。はい、よろしくデザート。じゃあ炭火を僕実は起こしてたんで、うん、この炭火で作れる、キャンプのデザートやらせていただこうかな。なんだろう、わかんない。デザートっすよね、はい、デザートです。まず用意するのは、うん、サーロインステーキ。欲しいな、欲しいな。はい、デザート作る、ね、デザートですよ。当たり前じゃないですか。味付けは、味付けはもう塩コショウで。これあの焚き火台なんで、うん、網ないんですよ、うん、網がないので、えもう、うーふー、うーふー、デザートです。これはね、あの僕はチャコールステーキと命名してまして、めちゃくちゃうまいのよ。これうまそう。これなんですよ。あの宮崎の地鶏わかります？わかりますよ。宮崎地鶏、うん、真っ黒です。本当に真っ黒になるまで焼くやん、うん、の感じなんですよ、ニュアンス的には、うん、これがもうデザートです。本当に炭の味と書いて炭味というのを今乗っけてます。うん、やばい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 。でもあんねん、アメリカでは、アメリカちょっとなんか名前が変やねんけど、ダーティーステーキっていう名前で、この汚いステーキ、そうそうそう。でもアメリカではこうよくやる手法らしくて、俺一回あの冬に一人でイースター島行ったことあんねんけど、うん、イースター島行った時になんかその前のペルーでお金を全部すられちゃってで、そんですられてお金ないけどチケットだけは取ってたから、うんうん、イースター島に行くってことになってて、でもホテルには泊まられへんから高いからってなった時に行き着いたところがキャンプ場、でキャンプ場あんねんけど網がないから豚肉買ってきて、炭はあるけど網ないからもう直火で焼いたことがあって、うん、それがとてつもなくうまかったんです。それを今日はいやってくれる、再現させていただきました。いけたんじゃないかな、こちらチャコールステーキ、チャコールステーキ、これを、はいよ、あ、いい匂い、あー完全にいけてます。これを切るんですか。これ切ります。あ、いいね、うわいいっす。ナイスバーベ。いいんですか。ではいいんですか。山ちゃんお願いします。ですよ。ちょっとケンちゃんも言ってほしいな。騙されませんよ。ナイスバーベ。ナイスバーベ。あ、久々に出た。うん。そうなんですよ。もう炭の味だけで十分なんですよ。うん。ナイスバーベ。早っ。うまっ。うまそう。うまいな。ナイスバーベ、ナイスバーベ。本当に武田バーベキュー TV も、うん、主釣りも、うん、もう最後ベロベロですこんなに酔っ払った撮影初めてです。初めて。え、主釣りもそうだ、うん、楽しいって、いや時間を忘れちゃいますよ。確かにね、楽しくて美味しかったらそりゃ、うん、もう関係ないから。まあ、上部さんは仕事は楽しいですか。俺めちゃくちゃ楽しい、ありがたいことに、うん、なんかさ、好きなことを職業にしたらなんか楽しくなくなっちゃうから、うん、よくないとかっていう意見もあったりすると思うんだけど、俺はもう幸いずっと楽しい。今日も生放送で「ラビット!」出させてもらってて、うん、そうですよね、朝。そうそう、それはなんか柴田さんの
あなたの先生は誰ですかって、アンタッチャブルの柴田さんが、うん、あなたの先生は誰ですかって、あの方はもう焼きそばが大好きで、うんうん、で俺焼きそばの本も出してるから、うん、武田バーベキューが先生ですみたいに言ってくれて、でそれが作って、なんかもうみんな美味しいとかやって、うん、もうずっと楽しい俺は。どんなことがあろうが、いやそれが一番です。そうそうそう。最後にいろんな仕事をされてきてると思うんですけど、はいはいはい、楽しく仕事をしていくコツ、うん、みたいなものがあれば、いろんなことがあったと思うんですけど、うん、それを視聴者さんの皆さんに伝えることができたら、なるほど、いいなと思って。いろんな、なんていうんですかね、大変じゃないですか。確かにね。ただ生きていくだけでも本当にいろんなことがあると思うんですけど、はいはいはい、その中で、はい、その楽しく生きていく、うん、自分らしく生きていくって簡単なようで難しいと思うんですけど、はい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 、それをもう武田バーベキューさんの今までの経験と生き方の中でこれがいいんじゃないか、はい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 、こういう風に生きていくのがいいんじゃないかっていうことを聞かせて、僕らもそれを聞いて成長していければと思うので、いや聞かせていただければと。でもまあまあ僕的なことで言いますと、はい、本当になんかまあありがたいことに、もともとはこうお笑い芸人っていうのをやってて、うん、漫才コントっていうのをやってたんですよ、ずっと。ただそこで面白いって言ってもらえるっていうのはもうほんまに難しいこと で、吉本で言うと一番最初のハードルって吉本工業に所属して10万円を稼ぐっていうのがマジで1個のボーダーラインで、むちゃくちゃ少ないのよ、吉本で10万稼げるっていうのが。ただやっぱ俺もうそうやねんけど、お笑いだけをやってて10万円稼ぐことができなかったわけ。でもそこで一個ちょっとこう視点を変えて切り替えた時にバーベキューっていうのがもともとあったから、それに振り切った時になんか10万円を超えることができた、うんうんうん、ってなった時に別にその仕事としてやってるわけでもなく、なんかお笑いを考えるってなったらネタ書いて漫才書いてコント書いてむちゃくちゃ心血注いでようやくできたやつがウケるか滑るかもわからんっていう時に、なんかその対価を得られなかった10年間があってんけど、うんうん、バーベキューっていうのを題材にしてやりだしたら結構共感を得て10万円も越すことができて、でもそっからはなんかその今までずっとこうなんか一心不乱にネタっていうのを考えてたけど、あ、なんか人が美味しいと思ってもらえる、楽しいと思ってもらえる、あ、そういうことで結構やっぱこう帰りがあるっていうのを知ってから俺はむちゃくちゃ気楽になって、なんか案外自然体でいいんだなっていうのをバーベキューを通じて感じました、僕は。だから主釣りなんかただただもう自然体でやってるだけやから、ほんまなんか別に決まってる感じがせえへんから、ほんまに最高やなって俺は思う。だから俺がいやほんま10年やって感じたことをもうずっとできてる気がしてて、やっぱりあの見てくれる方がいるから成り立ってるものじゃないですか。だけどやっぱりその決まってる時って自分がやりたいからやる、そうその自分がやりたいことだからやるっていうのをできる一部の人間もいると思うんですけど、確かにね。だけどやっぱりそうじゃない、少なくとも僕らはそうじゃないですね、俺もそう、そこに本来はなりたかったけどやっぱそこはやっぱ難しいから、その自然体のところを表現してみんなが楽しんでくれるっていうのは最高だし、なんて言ったって最高なんだよな。最高よ、ちょっとほんま皆さんバーベさん、いやほんま最高よ、バーベ最高なのよ、最高なのよ、ありがとうございます。もうこんな最高な夜に、はい、乾杯、乾杯、ナイスバーベ、ナイスバーベ、素敵な夜、ありがとうございます。マジでもう酒いらん飲んだマジで酒いらん。いや俺らももうやばいよ、もう上地主釣りがこうなってんの珍しいよな、確かに、うん、ほんまありがとうございます、はい、ありがとうございます。よかったらデザート食べてください、はい、最高です、最高です。本日は最高の夜、ありがとうございました、ありがとうございました。ナイスバーベ、ナイスバーベ、ナイスバーベ好きなのよバーベが。